こんにちは、あるものリノでございます。はい、ということで本日は一人でございます。こんにちは。今日は購入品紹介をしていきたいと思います。はい、シーン、ゾゾ、H&M、ユニクロで数着買ってきましたので、そちらすべて紹介していきたいと思います。かなりお気に入りの商品がたくさんあるので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは早速いきましょう。レッツノーツブック。まず1着目、こちら今着てるんですけど、ボタンフロント、チューブトップなし、チューブトップなし、ベージュ L サイズを購入しました。913円でかなり安いんですけど、なぜこれを買ったかというと、ジーナシスっていうブランドあるじゃないですか。そこで働かれてるあのお姉さんがインスタグラムでこの格好を丸々やってたんですよ。下は違うんですけど、まあ、それはもちろんジーナシスの服を使ってコーディネートされてるんですけど、その服が可愛すぎて真似しようと思って、一式揃えちゃうと私にとっちゃちょっとあの少しお高いかなっていうところもあったので、シーンで揃えちゃったらいいんじゃねと思って、全然十分可愛いと思うのでおすすめです。で、その流れでこれもそのジーナッスのお姉さんがもう着てて、シーンって言ってたんで、もうあさりにあさりまくりましたね。これ T シャツにも合わせられるし、めちゃくちゃおすすめです。これワンアクセントになります。はい、この中のマスタード柄、かわし色、まあそのようなタンクトップなんですけど、ジーナシスのタンクトップを購入しました。これはシーンでね、見つけられなかったんですよね、こういう感じのが。なので本家様のやつを愛用しております。3300円で、まあ少しタンクトップにしてはどうなんやろ、ちょっと高いかなって、まあ私的にはですけど、ベロア素材なんですよね、これ。高級感があるというか、そういった商品になっております。最近カジュアルが多かったから、なんか一昔前はあのこういうきれいめなお姉さんコーデみたいなのよくしてたんやけど、最近そういうのをしなかったなと思って、久々にこういうコーディネートを取り入れてみました。はい、次行きたいと思います。次は T シャツ、じゃん、 H&M で購入しました。これはね、990円だったと思います。 Here comes the sun、 太陽ここに来てみたいな、太陽ここに来たよみたいな、なんかまあそんな感じで夏っぽい英語にも載ってまして、とても可愛いデザインで、皆さんよかったら購入してみてください。次も H&M です。 H&M で T シャツ今年買いすぎて、もうまだあと2着、これ入れて2着あるんですけど、はい、こちら、じゃん、これはね、ピンク色でこうハート型に英語がね記載されてるデザインの T シャツで、めちゃくちゃ可愛いなと一目惚れてすぐ購入しました。これもしかも990円、バードアモーレ、あ、もうね、もうデザイン重視で購入させていただきました。はい、次も H&M の T シャツです。じゃん、これはねめちゃくちゃ着てます。正直もう黒やし、下何でも合わせれるし、これは1400円ぐらいってことな、全部 H&M で購入いたしました。全てインスタグラムに載せてるので、よかったらチェックしてみてください。シーンに戻っていきたいと思います。これはね、どういう風になってるかというと、横にね、サイドチャックがあって、これで締め付けるんですよね、この肉肉しいお腹を。紐タイプになってて、肩で結んで留める。でちょっとなんかバルーンって言ってたよな、バルーンって言ってましたけど、バルーンなんですよね。合わせ方が分かってなくて、まあ多分デニムがいいんちゃうかなと思って、ちょっと一回着てみますね。はい、オッケー、着た。で、中はあのブラトップであの見せられるあれなんで、あの大丈夫ですので、お気に入りまさかず
どうなん？これなんかさ、幼稚園の子のさ、いないいないばあのなんかに出てくる、わかる？あの赤ちゃんたち、いないいないばあの最後の体操みたいなのに出てくる赤ちゃんみたいな、どういうことになってない？どうやって来たらいいの？どうも。一旦もうちょっと考える時間が来たと思います。年齢考えたみたいな声でなるんで考えていきたいと思います。はい、では次行っていきます。いつもこんなならないんですよ。なんでこうやって見たりってこんなならないの？はい、ということで着替えました。戻りました。はい、続けていきたいと思います。こちらのローリーズファームのデニムを買いました。最近知ってる？このなんか飲食店のサロンみたいなさやつ、締め合わせる形のデニムパーツ、めっちゃ可愛くない？これはね、セールで4000円ぐらいで買いました。下にこうやってまくるのもいけるし、もう一個紐があったんやけど、上としても使えるし、下としても使える。しかも巻き方がさ、違うズボンですみませんなんですけど、横にこうくくるとか、前でくくるとか、そういうのもできちゃったりするので、めちゃくちゃ万能で、しかもこれだけでも履けるの。でも私はですね、この大きい大きいヒップちゃんがね、在住してますので、胸なんかに着ないですね。下をかけて後ろ隠すためにね、という感じで、よかったらアタックしてください。シーンです。これはね、なんとか模様の麦わら帽子、ブラックワンサイズ795円です。折ってもいいんじゃない？これちょっとな、でも下ろしてたら、ま、肩ついてんのかして、こうなみなみになってて、ま、それはそれでいいんか悪いのかどうかわからないけど、まだ一回もかぶってなくて、ま、今後絶対にかぶっていきたい、そう思いながら今撮ってます。はい、スイッチが動く。あとはこのノーシーンで買ってますので、そちらポン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 と紹介していきます。わかる？指輪とかチェーンネックレスとか、これさ可愛かったんけど届いたよな、外れてたよ、こういうやつな。で買ったんやけど、こうやって T シャツの上に中に巻いたりとか、こうちょっと垂らしたりとかできるし、最近やったのはベルトの部分に通してアクセントになって多いなと思って愛用してます。205円で良くない？なんかいろんな使い回しできるかなと思って買ってみました。そんなもんかな。はい、こちらが忘れておりました、タックワイドパンツでございます。タックワイドパンツは2タックより1タックの方が私はおすすめでございます。ユニクロで買ったのはこれだけなので戻らせていただきたいと思います。はい、こんな感じで購入品紹介は終わらせていただきたいなと思います。今日紹介したやつは着てるものがほとんどなので、インスタグラムにほぼほぼ載せていると思います。よければインスタグラムもフォローお願いします。お待ちしています。今回みたいにインスタグラムで可愛い人たちをめちゃくちゃ見て、まあ、でもこれちょっとブランドもやしなみたいなのをシーンで買うとか、なんかそういうプチプラにこう転換しておしゃれを楽しむ、まあ、そんな私なんですけれども、はい、こんな感じで参考にしていただければ幸いでございます。本日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、リクエストお待ちしておりますので、ぜひぜひカモングッドラック。それでは以上、アルミのリナでした。バイバイ。